物流問題の構造的解決に向け、自動物流道路について、夏ごろまでに想定ルートの選定を取りまとめてください。岸田総理大臣は、政府のデジタル行財政改革会議で、高速道路などに専用レーンを設けて、自動運転のカートで荷物を運ぶ、自動物流道路について。 夏ままでにに想定定ルートの選定などを進めるよう、関係閣僚に指示しました。今月から運転手の残業規制が強化されたため物流業界で人手不足が深刻化するといわれる2024年問題に対応するのが狙いで政府は10年後の実現を目指しています。